このチャンネルは97%が男性で残り3%が女性が占めているほぼ男性ばかりのチャンネルなんですけども本日愛知県の女性の森さんから言葉をいただき非常に浮かれている難品親父です本日のテーマは人気優待銘柄富士電機決算を見るということで富士電機をご紹介いたします。 富士電機ですけども、簡単な会社の概要ですね。コントロールスイッチで有名であります。以下のような商品を作っている会社であります。 富士電機の決算の方、早速見ていきたいと思います。6月の2日に発表がありました。第1クオーター12、12%増益で着地ということで、19年、20年、21年と見ますと、え徐々に伸ばしているのがわかります。まあ、売上も伸びているんですけども、利益がですね、10%伸びているということで、え非常にですね、 素晴らしいというか、ですね、まあ、コロナの影響もありながら、ですね着実に日々、実績を伸ばしているという感じはあります。あと、ですね営業利益率、こちらがですね横ばいということで、こちらがですねちょっと微妙なところだと思います。富士電機の主な指標を見ていきます。時価総額73億円 PR e が40.1倍、PBR が0.7倍とですね、ちょっと面白い関係になっております。PBR だけ見ますと割安感があるんですけども、まあ、PR e ですね、こちらの方がですね、ちょっと高い感じがしますが、これを逆を考えればです、ね、まあ、ちょっと利益が増えたのかどうなのか、ちょっとですね、PR e、株価収益率。 こちらはですねよく調べて、ですねこの数字判断していただきたいなと思います。あと ROE が2%、ROA、e、が1.9%と ROE はちょっとですね少し寂しい感じがしますが、まあ、製造業なんでしょうがないでしょう、自己資本比率が、ね、92.6%と、鉄壁の財務であります、配当利回り2.5%、ただし配当成功89.1%、ここは注目しておかなければいけません。 富士電機のですね、通期の業績予想。こちら見ていきます。22年度の予想なんですけども、3900億円ということで、すいません、39億円ですね。39億円ということで、過去5年見ましても、ほぼ横ばいということで、最終利益もですね、ほぼ横ばいだったんですけども、やや落としそうだということで、10%減の予想でありますが、まあまあ、 1>, 1株当たりの配当額ですね、こちら見ますと、なんとか維持しているというところをです、ねえー、が好感持てるんですけども、やはり配当成功が先ほども言った通りですり、ね、85%ですので、この修正1株当たり利益、こちらがです、ね、上がってこないとです、ね、この配当も苦しいですし、えー、富士電機は優待、クオ・カードがありますので、こちらが危うくなってくるのかなという感じはいたします。 それから3か月ごとの決算、こちら見ましてもです、ねまあ、ほぼ横ばいと言っていいでしょう、まあ、2月から4月に関しては前年度比ですね、最終利益も、1株当たり利益もです、ね、上がってはいるんですけども、やっぱり先ほどの通期で見た方が良さそうです、特にこういうです、ね、機械系は、ですね、季節にそんなにとらわれることはないので、えーですねまあ、決算前はよく売れるとかよく言いますが、それほど気にしなくていい。 という感じはいたします。で,ですので、通期での数字をよく見た方がいいかなと思います。あとキャッシュフローですね。フリーキャッシュフローがですねマイナスになっているところがですねちょっと気になるところであります。現金比率がですねまあ、39%と非常に高い数値であります。 まあ、しかしながら、先ほども言った通りですね自己資本比率が高い、えここがまあちょっとです、ね、肝ですので、こ、まあ、この辺はです、ね、ちょっと多めに見てもいいのかなという感じはしますが、しかし、営業キャッシュフロー、ここが稼ぐ力となりますので、えここはですね日々、というか、ね、毎回チェックしなければいけません。 続いて財務の方を見ていきたいと思います。気になる自己資本比率93、93%から92.6%と、鉄壁の守りであります。有利主催倍率も0.01と、書く必要もないほど低い数値であります。常用金はです、ね、81億円から82億円で、まあ、徐々に積み上げている感じはありますが、まあ、ちょっとです、ね、業績がこうやって見ると、ちょっと悪いのかなという感じはします。 あと、配当の方ですね、やっぱり16年度が玉落ちで、そこからです、ね、配当をなんとか維持しているということで、配当制度が80%なんですけども、来期ぐらいで100%を超えたときにです、ね、この配当を減らすのか、株主優待をやめるのか、えー、あと、または業績が上がって、まあ、配当が維持できるのか、ここがですね、ちょっと分かれ目になってくるのかなという感じはしますが、いずれにしても2.5%という数字はありがたい数字であります。 それから、勇退の方ですね、えー、っと、2年じゃないですね、1年に2回いただけます。しかも、権利確定月が1月と7月ということで、非常にですね、1月と7月というのは、 株主優待が少ない月でありますので、これはですね、非常にありがたい銘柄であることは間違いないですし、優待マニアの方はよくご存知かなと思います。こちら長期保有もありまして、100株ですと500円だったのが3年以上で倍の制限円になります。こちらの方ですね、優待を計算いたしますと0.78%程度ということで、 まあ利回りをですね、優待利回りが0.78で、配当が2.5%なので、3.28ということで、まあ、合格点を上げれるんではないでしょうか、まあ、株価を改めて見ます、こちら、月足のチャートで見ますけども、15年をピークにですね、やっぱり配当も16年度がピークでしたので、ここから配当もですね35円でずっと推移しておるんですけども、 株価と同じようにですね、配当もずっとですね、横ばいに続いておりますが、コロナショックで834円という値をつけましたが、この数値をですね、高いと見るか安いと見るか、えー、ここはですね、あと業績次第だと思います。今季の業績がですね、ちょっとでも上向いてですね、 やっぱり配当成功が高いというところは私気になりました。財務は鉄壁ですので、業績の伸び、大幅な伸びはですね、ちょっと見られそうもないんですけども、まあ、順調にいけばですね、えー、配当の方も問題なく、 維持できるんではないかと思うんですけども、これ、減配ということになりますと、株価一気に下落しますので、それまで待つのかという感じはいたしますが、いずれにしても私は保有しておりますんで、なんとか業績、頑張っていただきたいなという感じはいたします。富士電機の今後を見ていきたいんですけども、まあ、制御用開閉機、スイッチなんですけども、で、高いシェアを占めており、電力向けが多い。 とということで一部直販性ということで、ここまではいいんですけども、海外市場も狙うということで、海外市場を狙うのはいいんですけども、海外向けもですね、下岸底打ちということで、ちょっとですね微妙な空気が流れているようです。ですのでね、新しい技術要素をです、ね、復活し、新製品開発、これがですねやっぱり非常に待たれるところであります。ですので、これができた。 ところまでどんだけ業績が持つのか、こちらがですね非常に微妙というかです、ね、読めない、投資家にとっては非常にです、ね、難しい判断を迫られるのかなという感じはいたしますが、まあ、どちらにしてもです、ね、売上高ですね、こちらの方は大幅に動くこともありませんし、株価の方もですねまあ富士電機の何からしらの情報で大きく動くということはないので、まあ、どちら どちらかというとです、ね、安定志向の銘柄なのかなという感じはいたします。本日お送りした富士電機、簡単にまとめたいと思います。総合利回り3.28%と合格点、私的には3%超えればですね、まあ、合格点を上げれるのかなという感じはいたします。それから業績自利品だが株主還元意欲高いということで、売り上げ ですね、利益、そんなに上がってないんですけども、16年度からです、ね、株主配当をです、ね、下げずに維持しております。その代わりに配当成功が上がってきているので、今回80%と、非常に危険水域にありますが、株主還元が高くですね、非常に、えー これはですね、株主持っている方にとってはありがたい銘柄でありますので、そこはちょっと安心できるのかなという感じはしますが、業績がですね、えー、一気に悪化するような銘柄ではないと思いますので、そんなに心配はないんですけども、長期的に今後見た時にはですね、新商品または海外で何かしら成果を上げないと、えー、こちらの配当の維持は難しいのかなという感じはいたします。3番目。 優体少ない1月、7月の基調銘柄ということで、途中で申し上げましたが、非常にです、ね、優待の少ない1月、7月にはありがたいクオカードということで、非常に有名な富士電機ですけれども、ね、こちらもやっぱり業績次第ではなくなる可能性もありますので、こちらね、業績をしっかりと見ていきたいです。 4番目ですね、えびたになりますが、今後は海外に打って出るというふうになって、もうすでに出てですね、あんまりいい成績は出てないんですけども、まあちょっとね、海外にも販路を求めるということで、こちらも注目です。で、最後に新商品が待たれるところということで、今現在ですね、スイッチ、開閉機では、高シェア、電気向けでは、高シェアを。 持っているんですけども、やっぱり時代は流れですね、時代は変わっていきますので、新商品。 ですね、新技術、こちらがです、ね、待たれるところということで、これがです、ね、ポーンと出ちゃうと株価も上がってしまうんですけども、フジデ電キさんだったら、何かしらです、ね、そんなに大きなです、ね、イノベーションが起きなくてもです、ね、まあ、ちょっと便利なユーザーさんには使いやすいとかです、ね、そんな商品で十分ですので、ね、新商品と海外、こちら、注目して見ていきたいなという感じはいたします。 ちょっと長くなりましたが、本日は富士電機、ご紹介いたしました。優、ま、待、あ、銘柄でも有名な富士電機、1月、7月にクオ・カードをいただけるということで、人気の銘柄ですけども、ちょっとですね業績は超長期で見るとですね微妙なところはありますが、まあ、売上利益を、ね、着実に上げている銘柄ですのでね、安心して私は持っておりますが。 えー、やっぱりですね、業績だけはどの銘柄も注視したいところであります。えー、本日は以上となります、えー。ぜひですね、チャンネル登録、あとですね、コメントもまだまだ私、返す余裕ございます、えー。ぜひ最後まで見てくださった方、ぜひですね、今まで返したことは、コメント返さなかったことはな,かないと思います、えー。ぜひですね、皆さん、難品親父までコメント、作品に対するコメントですね、特に、えー、ご意見、ご要望などありましたら、 ぜひお寄せください。本日は以上です。